皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は人を嫌うのは難しい、嫌いなことほどロジカルに、というお話をしたいと思います。まあ、あの人が嫌いだとか、この人が好きだとかっていうですね、人を好き嫌いで評価するみたいなシーンっていうのは、まあよく出くわすんじゃないかなと思います。で、あの人が嫌いみたいな言葉っていうのは、まあ、あの森は嫌いだに近いんですよね。森を見て木を見ずという状態かなというふうに思います。で、なんか嫌いだなという森もですね、その森の中に入ってですね、個別の木とか、森の中のなんか、に住んでる動物とか見ていくと、可愛い動物がいたりとか、綺麗な立派な木があったりとか、なんか癒される、なんだろうな、ちょっと水たまりがあったりとかっていう感じで、なんだろうな、森全体で見た時にはなんか嫌だなと思うものも、個別の要素で見ていくと、あ、なんかいいかもなっていうところが、あったりもするもんじゃないですか。確かにね、その森が例えばすごい良くないなと思っているのに、一本の木だけがいいからといって、それに執着してですね、この人はもう最高にいい人だっていう、そのなんかそういう偏りも良くない。それは木を見て森を見ずってことなんですけども、そういう偏りもまた良くなくて、結局は森を見て木を見ずもまずいし、木を見て森を見ずもまずいと、やっぱバランス感覚が大事で、まあ、森を見ながら、個別の木も見ていきましょうっていうのが、好ましいんじゃないかなと思います。特にこの人間を見るときっていうのはもうなおのことそうだなと思ってて、まあ人間関係っていうか人生のね、悩みの、ほとんどは人間関係であるみたいなことをね、アドラー心理学とかではよく言いますけども、まあね、あの人は嫌いだってのはやっぱちょっとね、荒いんですよ、その解像度が。そので、せっかくなら嫌わない方が楽じゃないですか。嫌な人がだってね、なんか分かんないけど身近にいるっていうのはストレスですから、やっぱストレスは少ない方がいいですよねっていう意味では、嫌いにならない方が、嫌いにならないじゃないな、嫌いと思わない方が、得が多いと思いませんか。そこでですね、今日お伝えしたいのはやっぱりその要素ですね、要素で、見てくださいっていうことなんですね。例えば僕は、正直嫌いな人っていうのは、いませんね。これは綺麗事じゃなくて、嫌いな人っていうのはいません。嫌いな要素みたいなのはむちゃくちゃあります。こういうのは嫌い、こういうのは嫌いっていう要素はむちゃくちゃあるけども、その人全体嫌いみたいなことは、ありません。例えばですね、まあ、名前は出しませんけども最近ね、もう誘われなくなっちゃったんですけど、よくね、今日ご飯行こうよとか、来週ご飯行こうよみたいな感じで、LINE をくれてたすごく仲のいい友人がいるんですけども、僕はですね、その人大好きなんですけど、まあ、話はつまらない、中身がないので話はつまらないということで、その人と2人でご飯食べても多分中身のない話をするだけなんですよね。なので、まあ中身のない話をするのに、会ってお話をして、ご飯を食べるっていう時間は、価値がないなと思ってですね、その食事を全て断るということをやりました。それはですね、もちろんあなたにはちょっと話の中身がないから、会って話す必要性を感じないんで今日は行きませんとかはもちろん言わないですけど、仕事が忙しいとか言ってですね、全断りしてですね、だんだん誘われなくなりましたね。ただその人とは本当仲いいと僕は思っていて、で、例えばですね、話をしなくていい場面だったら、要は根詰めて話さなくていいような場面だったら会いたいって感じなんですよね。っていう感じで、要は話その人の話会話の中身がないことが嫌いなのであって、別にその人が嫌いじゃないっていう感じなんですよ。この感覚が結構僕は大事だなと思っていて、それは要素でやっぱり人を見るってことなんですよ。なんでその人のこと好きかっていうと、いいところもいっぱいあるからなんですね。話は面白くないからそこは嫌だと。でも話は面白くない以外は好きだ。こういうところも好きだ、こういうところも好きだ、こういうところも好きだっていうのがあるという感じで、人を僕は要素の集合体として見ているので、この人はもう両手話で全面的に好きだって人もいないし、この人はもう絶対的に嫌いだって人もいないと。
この人のこういうところはどうですかって言った時に、ああそういうところはまあとても好きですとか、ああそういうところはちょっと嫌ですとかっていうのがあるだけの話なんですよ。だから例えばなんだろうな、個別の要素で見ていくといくらでも見れるんじゃないかなと思います。例えば遅刻をよくしてくる人がいると、でも時間にルーズなとこっていうのは嫌いだけども、時間にルーズなとこ以外はなんだろうな、例えば気前が良くてとか、なんかすごく優しくてとかっていう感じで、好きなところもあるはずなんですよね。そういうのを差し引きながら、考えていけば、なんだろうな、上手に付き合っていけるものだと思うわけでございます。今言ったみたいに例えば遅刻がとかもそうですし、なんだろうな、すごい、不愛想な人とかね、不愛想だからもうこの人はもうダメ人間だとかってことにならないわけじゃないですか。不愛想かもしれないけども、なんだろうな、動物にすごく、優しくてとかな、弱い弱者にとても優しいとか、わかんないけど、そんな感じでね、いいところもきっとあるじゃないかと思うんですね。そう考えていくとですよ、100% この人嫌いやわっていうのってなかなか難しいと、思うんです。 100% この人嫌いやなって言ってる人たちっていうのは多くの場合ですね、要素にまでですね、あの要素をね検討しきれてないというか、なんとなくな印象でね、直感でね嫌いだな嫌だなって言ってるに近いんですよね。ところは今言ったみたいにその人の、時間に関してとか誠実さとか喋り方とかなんとかとか、いろんな要素を見ていた時に、全部が全部嫌いってなかなか難しいし、その全部が全部をもしロジカルに嫌いだということができたとしたら、まあ、ある意味ね、もうなんだろうな、好きみたいな感じですよね。こういうとことかああいうとことかそういうとことか全部嫌いって、なんかもう大好きみたいになってますよね。そんな感じでですね、要素を見ていくとおおよそね、人のことを大嫌いだとか嫌いだとかってことはまあないんじゃないかなと思うんですね。つまり嫌いとか言ってる解像度が荒いんですよね。例えば僕のこと嫌いな人がもしこの時お聞きの方がいらっしゃるとしたらですね、上水幸は嫌いだじゃなくて、こういうところが嫌いだっていう風に具体化していってほしいなと思います。そうしていくうちにですね、こういうところは嫌いだけどこういうところはそんな嫌いでもないなとか、いやこういうところは意外と好きかもなとかっていう感じでですね、要素で見ていくとですね、人はそんな何もかも全てダメみたいなことはねあんまりないと思いますよ。どっかいいところあると思いますんで、なんかよくね、いいところ、その人のいいところを探しましょうみたいな綺麗事みたいな話ありますけども、あれは綺麗事とかじゃなくてね、いいところ別に探そうとしなくても、いろんな要素ごとに検討していけば勝手に見つかるものなので、あれはあのなんかなんだろうな、好きなところいいところ見つけましょうみたいな、ああいう偽善者みたいな、言い方ではなく、いろんな要素を検討してくださいと。ただそれだけで、きっとねその人のいいところとか見つかるし、まあ、好きにはなれないにしても、なんか嫌いその人全て嫌いとかっていうことにはならないんじゃないかなと思うんですね。なので、嫌いな人がいるとか嫌いなことがあるっていう人はですね、何がどう嫌いなのかとか、要素ごとに見ていくとですね、意外と嫌いじゃないかもなって思えたりもすると思いますんで、参考にしてみてほしいなと思います。逆にですね、好きなこととか好きな人に関してはあんまし要素に分解しない方がいいかもしれないですね。盲目的に好きだって思えた方がいいこともあるじゃないですか。なのにそれをなんか要素に分解した時に、あら、あんま好きなとこないかもなとかっていうこと気づいちゃうとまずいので、好きだなみたいなのは割とぼんやりしててもいいのかなと僕は思います。なんか嫌いなものをね、嫌う必要がないよねっていう意味でですね、ロジカルに分解して、そのなんか気持ちみたいなのがなんかよくわからない幻だったなと気づいていただくことができるんじゃないかと思いますんで、嫌いなことにだけね、このわざわというか、要素ごとに検討するというのは適用してみていただけるといいと思います。くれぐれも好きなことにですね、好きなことをですね、要素で検討しないように気をつけてください。本日は以上でございます。またお会いしましょう。さよなら。